私は、真の姿の私は、容赦んれ、美目秀麗。どうもこんにちは、あたりです。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD プレイ実況続きです。あれ、なんかあれ雰囲気変わった？なんか線路できてるね。ついにマスターソードを手に入れたんです。なので、封印の神殿の時の扉を開ける。やっぱ線路できてるな。なんだこれ、歴史が変わったのか。これなんすか、なんか透析器あるな。あ、なるほど、封印されし者が目覚めた時用にちょっとなんか用意した的なあれなんだろうな。じゃあ行きましょう。あれ、バードさんいるじゃん。バードさん、自分何ができるかっていうのは見つけたのか。おー、リンク、外のあのレールはもう見てくれたよな。何に使うかってまあ楽しみにしておきな。そういうことか、君が作ったのか。おー、その剣の姿は三つの炎で刃を清めたようじゃな。見事じゃ、リンク。剣に力がみなぎっておる。その力は、そう、フォース will be with you。 いにしえの神がこの世界に与えし聖なる力、女神の歌にある大いなる神の力、その正体こそ今そなたとその剣にみなぎるものに違いない。さあリンクよ、時の扉を開く時が来た。その力、フォースが加わったスカイウォードを当てれば、必ずや時の扉は起動するであろう。その台の上から時の扉に剣の力を注ぎ込むのじゃ。オーケー。そういえばあの奥の扉って結局何だったんだろう。なんか見えるのは、ちょっと待って、なんか見えるのは何かのあれなの。あれなんすか。そのうちわかるんだろうな、きっとな。あそこからゼルダが出てきたらどうしよう。ありえるな。よいしょ。じゃあ行きます。あれ、あ、嘘、何。またもや結界が破られたようじゃな。あの魔物が目覚めつつあるようじゃ。おそらくはそなたの剣から発せられた聖なる力に反応したのであろう。しかし時の扉を開くためにはやむを得ぬこと。リンクよ、もう一度あの魔物を封印するのだ。おお、いよいよ来たか。ついに俺様のとっておきのあれを試す時が来たぜ。あれを使えば奴なんざへでもねえはずだ。何をグズグズしてやがるんだ。俺は先に行くぜ。手伝ってくれるのか。なんかもうちょっと強くなって帰ってくるんだろうな。お、いた。目を凝らしてよく見な。これが俺様のとっておきのスーパーデラックス兵器。その名もパワフルピッチャーマシーンだ。驚いて声も出ねってか。そりゃあそうだろう。俺もこれ作るのにすんげえ苦労したからよ。ほら見てみろ、邪魔な柵を全部取っ払ってこいつを動かすレールを俺一人で敷いたんだぜ。すげえだろう。単純にすごい。実はな、俺も驚いてるんだ。俺にこんな隠れた才能があったなんてよ。あとはこのマシンを自由自在に操ってやつを倒すだけだ。こいつの爆弾をお見舞いすれば
あんなバカみたいな図体のやつでもしばらく動けなくなるはずだぜ。でもよ、ちょっとやつの出るのが早すぎた。こいつを動かすにはまだ調整が必要なんだ。準備ができたら声をかけるからな。それまでおめえ自力で何とかしろ。はいはいはい、よいしょよいしょ。パワフルピッチャーマシーンの準備ができるまで食い止めろ。パワフルピッチャーマシーンがどれほど役に立つかはちょっとわからんけど、爆弾みたいな物理攻撃は効くのだろうか。あ、手生えてたね。あれ、手なかったっけ。前手あった。封印されし、いや、手なかったな。しかも手は手、よっほほ、今度は手が生えてるじゃねえか。上等だぜ。バド様特製のパワフルピッチャーマシンの威力を見せどころよ。準備ができたら合図するからな。それまでしっかり戦いな。 OK。よし、後ろから行くぞ。 OK、 今だ。あれ、え、まさか、ショートカットするの。エリック、マシンの準備ができたぜ。壁を登ってくる気かもしれないが、このマシンで撃ち落としてしまいな。マシンの助けが欲しいって言ったら、X で俺様呼びな。OK、 俺様の出番だぜ。スティックでマシンを動かしてよく狙いを定めてっと、 ZR でボタンを発射してやつがひるんだ隙がチャンスだぜ。ヤツに当てるんだ。オッケー、わかった。あ、ちょっと、あ、そういうこと。僕登んなきゃダメだ。あいつが、あいつが一応ダダダ、わわ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 わ。あ、縦ガードできない。よいしょ、ちょっと待って。よし、よし、よし。あ、ま、バドさん、バドさん、バドさん、あ、待ち、バドさん、あ、待って、全然ZR 押す瞬間に標準が外れた。全然追いつけない。あれ、あ、どこだ。撃ったっす。よいしょ。よし、行くぞ。どこだ、頭どこだ。あ、これどこだ、これどこだ。僕今どこにいる。あれ、ちょっと頭の方に行けなくない。邪魔邪魔。あ、そっから行けそうだ。行けねえのかい。ちょっと、体邪魔だな。体邪魔すぎん。行けねえ。もうどうすんだよ。あーらら、立ち上がっちゃった。魔物の額には封印の石柱がついているはずじゃ。その石柱をお主の剣で打ち込むことができればなんとかなるはずじゃ。よし、
ひるんだぞ。下から行けってことね。よっ、ほっ、よいしょ。こんなんしてたら間に合わなくない？さすがに。ヘイじゃねえ。オッケー、間に合った。ちょうど今バドさんが呼んでくれたから。よいしょ、当たらない。当たった。なんなら足の爪ちょっと吹き飛ばしてくれた。いや遠い。ちょっと待って、これはやばいやばいやばい、やばいコンボ、やばいコンボ、危ない。あーつー、あーちょっと待って、これはやばい、これはやばい。一回避けて。OK、また微妙な位置にいるね。あ、逆だ、上に登ればいいのか。ちょっと、逆、逆、あ、こっち。ヘイじゃねえ。おー、ちょっと、おいいところに来たわ。あ、よっ、あ、待て、よいしょ。あ、よー、おい、あ、普通に歩き出してるじゃん。ひるんでくれねえぞ。待ってくれ、待ってくれ、見つけないよ、待ってくれ、見つけないよ。 OK、 ありがとう。よいしょ、 OK、 ありがとう。ダメだ、遅い、前から行った方がいいな。あ、ちょっと来るの早い。あ、難しいよな、ちょっと難しい。うん、後ろに回れそう、これもしかして。あ、どこ、え、どこ行った、僕が落ちた、これもしかして。そっちに来ちゃった。頭側に行きたかったな。よいしょ、いけるか、いけるか、待って、もうちょっと待ってくれ。よし、 OK、
中不自由な冒険だ。今じゃリンク。はいはい。よいしょー。よいしょっ。あ、なんかちょっと難しいな。よく見ると石柱に三女神の紋章が書いてあるよな。へい、よくやったなリンク。俺様に感謝しろよ。早く時の扉とかいうのを起動しようぜ。先に行ってるからな。オッケー、行きましょう。どこ？まだ上か。よいしょ。こっちか。あっちか。よし。よし、到着だ。再び封じ込めることができたようじゃな、リンク。そしてバド、そなたらのおかげじゃ。よせやばあさん、ふぬけになっちまってた俺にやれることを教えてくれたのはあんたじゃねえか。それもそなた自身の力があってこそよ。さてリンクよ、あの魔物の正体じゃが、あれこそがすべての元凶と心得よ。時の扉をくぐればすべてわかるが、このままではあの魔物は何度封印を繰り返してもよみがえる恐ろしい存在じゃ。元を絶たねば道は開けぬ。さあ急ぐのじゃリンク、スカイウォード。フォースの力を剣に貯めてスカイウォードを時の扉に打ち込むんだぜ。だったよなばあさん。行くのだリンク。なんでセリフ取ったんだよ。ばあさんもちょっとなんか盛り上がってたところじゃん。なんかいつものスカイボードの紋章とちょっと違うよな。おう、あれだ、なんだっけ、あそこの時の神殿にあったものと似てる。
あれ、この頃ってトライフォースっていう言葉はないのか。一回も出てきてないけど。ああ。ついに時の扉が蘇った。リンクよ、何も恐れることはない。この扉は過去へ。悠久の時を超えたゼルダの元へとつながっておる。さあ行くがよい。扉をくぐればそなたは求め続けた再会の時を迎えるじゃろう。あ、俺は遠慮しとくわ。さっきの化け物、証拠りもなくまた復活するかもしれねえってばあさんがよ。だから準備しとかねえとな。あと、ばあさんの世話もしてやんなきゃいけねえし。それに。いや、なんでもねえ。バドさん、ここに来ていいやつ感出してきたな。リンク、ゼルダによろしくな。根はいいやつなんだなとかは思わないけどな。ちょっと今インパが見切れてなかった。いたわよ。ヘイ、来たな。リンク、待っていたぞ。少し混乱するだろうが、あえて先に言っておこう。ここはハイリアの神殿、後に封印の神殿と呼ばれる場所。そしてお前たちのいる時代から遥か昔、女神様が終焉のものを封印されて間もない時代なのだ。ここではスカイロフトが大地を離れてわずかな時間しか流れていない。そう、お前は時の扉を通って過去の時代にやってきたのだ。聞きたいことは山ほどあるだろう。だが今は奥の大扉の先へ進め。お前が全身全霊をかけ守ろうとした方がお待ちになっている。はい。結局あの中にはゼルダちゃんがいたんだろう。それとも別の何かが封印されているのだろうか。よくここまでたどり着いてくれました、リンク。ちょっと雰囲気変わった。もうインパから聞いていますね。ここは遥かな昔、終焉のものと呼ばれる魔族の長と女神が戦った大地の傷がまだ癒えていない過去の時代。そう、スカイロフトで語り継がれる伝説はおとぎ話ではなく真実の物語なのです。すべてをお話ししましょう。お前誰だ。お前ゼルダじゃねえな。ゼルダの体を借りて何をしようとしている。トライフォース、それは万物の断りすらねじ曲げ、手にした者の願いを叶える古代神の創造した万能の力。そうだね、なんか冒頭かなんかでこのトライフォースのことを万能の力って言ってたのを覚えてるんだよな。なんとなくこう文脈的に、あれ、この万能の力ってトライフォースのことなんじゃねってちらっと思ったのは覚えてる。世界を欲した終焉の者はトライフォースを手中に収めようと魔物を操り戦を仕掛けてきました。最悪の事態を恐れた女神は大地を切り抜いて人間と共に
トライフォースを空へと逃がした。それが私たちのふるさとスカイロフトです。お前ゼルダか。結局苦闘の末、女神ハイリアは終焉のものを封印しました。けれど彼の強大な力の前では封印を長くは保てない。それは火を見るよりも明らかでした。終焉の者が封印を破り復活を果たせば、戦いで深手を負っていた女神にもうなすすべはありません。このままでは終焉の者は必ず復活する。この大地に生きる者にとってそれは世界の終わりを意味します。彼を完全に滅するため、女神ハイリアは二つの策を講じました。一つは、選ばれし者を導くために、あなたが背負った剣に宿る精霊、ファイを創造すること。そしてもう一つは、ハイリア自身が神の体を捨て去り、自らの魂を人間に転生させること。ということは、そう、終焉の者を消滅させるため、ハイリアは、古代神の遺産を使おうと決意したのです。古代神の遺産。神が作りし者でありながら、神の一族が使うことかなわぬ万能の力、トライフォース。あー、なるほど。女神様の体、ハイリアの体ではトライフォースを使えないから、女神の体を捨てて人間に転生した。そうすることでトライフォースを使うことができる、終焉のものを倒すことができる、封印することができる。それが今ってことか。その奇跡にすがるため、女神は神の力も不老の肉体も捨て去る道を選びました。もう気づいているでしょう、リンク。選ばれし者はあなた、人に転生した女神ハイリアは私、ゼルダなのです。あの鳥乗りの儀の日、ギラヒムの竜巻に巻かれた私は地上へと落下し、魔族の手に落ちる寸前、封印の地の老婆に救われました。ハイリアの記憶を失っていた私は、彼女から自分の正体を、なすべきことを聞かされ、女神像に祈りを捧げるために各地の神殿を巡りました。女神像から記憶を得た私は、女神の使いであるインパに導かれ、この過去へとたどり着いたのです。すべては終焉の者の復活を阻止するためでした。リンク、封印を受けた終焉の者は人の形を奪われ、獣に姿を変えています。うわー、やっぱりそうなるのね。けれどそんな状態でも野に放たれれば、彼は簡単に世界を破滅させてしまう。終焉の者が封印から這い出ることを何としても阻止せねばなりません。私はこれよりこの地で、この時代で封印の安定を図ります。私がここでそうしている限り、私たちのいた時代まではかろうじて彼を抑えられるのです。女神ハイリアが過去の私が施した封印を少しでも長く安定させておく。それが記憶を取り戻したゼルダの行うべき使命なのです。リンク、女神がファイを、最強の剣をあなたに託した理由の一つ、それが私たちの時代であなたが戦った巨大な魔物、終焉の者の撃退なのです。あなたはその剣で二度も彼を退けてくれました。ありがとう、リンク。そして長い旅を経て、あなたは多くのものを手に入れました。
あまたの謎を克服し、知恵を、剣を鍛え共に成長し、力を、女神の試練に打ち勝ち、勇気を。今のあなたには、神の遺産を、あのトライフォースを手にする足りぬ力が宿っているのです。多くの苦境を乗り越え、この地にたどり着きし勇者よ。その知恵を、力を、勇気を認め、今そなたに女神の刃を授ける。そなたと、そして結ばれし剣に、大いなる大魔の力を。その甲に輝く光こそ、あなたが聖なる力を宿せる勇者である証。トライフォースを示す紋章です。さあリンク、剣を抜き放つのです。女神の祝福を受け、マスターソードがついに究極の姿へと成長を遂げた。大魔の力を宿す神秘の刃、使いこなせるのはリンクだけ。過去を変えることはできないのか。リンク、私はあなたに謝らなければなりません。あなたの甲に浮き上がったそれは万能の力、トライフォースの紋章。その実体を手にできれば、トライフォースの力をもって終焉のものを完全に消滅させられる。けれど、その力を扱えるのはあまたの中でもごく限られた強き魂の持ち主だけなのです。太古の神々がなぜトライフォースを創造したのかは誰にも分かりません。けれど私はこう思うのです。神が作りし者でありながら、神の一族が使えぬ力、それは神ならぬ者に与えられた希望ではないだろうかと。そうね、言ってしまえばドラゴンボールのようなものかなってちょっと今思った。そうだから、あびっくりした、肯定してくれたのかと思った、僕のドラゴンボールの下りを。世界の希望のために、終焉のものを滅するために、ハイリアが選んだ強き魂の人、それがあなた。けれど万能の力を操るためには、あなたの魂が多くの試練を乗り越え、勇者として覚醒する必要があった。だから女神ハイリアは、私はあなたがゼルダを救うため試練に身を投じてくれると信じて、あなたを利用して、リンク、このような運命に巻き込んでしまってごめんなさい。けれどこれはこの世界の命運をかけた戦いなのです。だからあなたにも力を貸してほしい。我ながら随分勝手な言い草ですね。でもその罰は受けます。封印を安定させるため、私はここで眠りに、数千年の長き眠りにつくのですから。リンク、本当にごめんね。ごめんなさい。でも私も記憶が戻るまで全然知らなかった。私たちがこんな運命を背負ってるだなんて。私はただ一緒に、ずっとリンクと一緒にいたかっただけなのに。数千年。リンク、私は確かに女神の生まれ変わりだけど、今でもお父様の娘で、リンクの幼なじみのゼルダなの。終焉のものが完全に消滅したら、もう封印は必要なくなって、私も目覚めることができる。ねえリンク、いつもはお寝坊さんのあなたを私が起こしに行っていたけれど、今度はリンクが
私を起こしに来てくれるかな。まあ、言わなくてもわかるよな。うん。別れは済んだようだな。お前はゼルダ様との約束を、トライフォースを見つけ出せ。お前には自分の時代でやるべきことがあるはずだ。心配はいらぬ。ゼルダ様は私がここでお守りしている。お前は安心して使命を果たせ。よろしくお願いします。戻ったか、リンク。そうか、すべてを聞いたか。そうじゃ、あの扉の奥にゼルダ様が眠っておられる。心配は無用じゃ、確かに生きておられる。終焉のものを滅する力、トライフォースは伝説の通り女神様がスカイロフトに隠されたとされておる。しかし正確な場所は誰も知らん。伝わってはおらぬのじゃ。リンクよ、もはや言わずともよかろう。トライフォースを見つける鍵はスカイロフトに必ずあるじゃろう。さあ行くがいい。トライフォースを見つけ出すのじゃ。おお、ちょっとどうした。リンク、その前に俺の話も聞いてくれ。ん？なんだそれ。よう、ゼルダは元気だったか。お、そうか、そりゃよかった。でもまだ終わっちゃいないんだよな。俺はな、リンク、スカイロフトには帰らねえことにした。ここでばあさんと暮らす、そう決めたぜ。どういうこと？そういうこと？そういうことなの？そんな顔すんじゃねえよ。俺が好きで決めたことなんだが、やっぱりそういうことなの？なんつうか、俺にはここでやるべきことってのがある気がすんだよ。あの化け物を見張ったり、ばあさんの面倒を見たり、いろいろとな。おめえのとは違うけど、これだって立派な使命だろ？それに俺はこの土地が気に入ったんだ。空での暮らしも悪くなかったが、土の匂いってのもいいもんだぜ。見ろよ、ゼルダやばあさんのおかげでここの大地には生命力が溢れてる。ここにだって苗の一本でも植えりゃきっと立派な木になるだろうぜ。そうしたらここもちったにぎやかな場所になるさ。まあでけえ木が育つには何年もかかるかもしれねえが、それを気長に待つのも悪くねえ。そういう気分なんだよ、今の俺はな。そんなわけだから、まあそのなんだ、おめえスカイロフトに戻ったらみんなにもよろしく言っといてくれや。子分たちも悲しむかもしれねえけどよ、俺はこっちで楽しくやってるって伝えてやってくれ。頼んだぜ、リンク。はい。あれ、なんか掘れる、掘れないか。
何を植える気なんだろうね。何を植えるの。まあいいや。ああ今回ほんとなんかいろいろ分かったな。でもやっぱ全部つながりましたね、ようやく。説明説明。そしてやっぱりこのリンクとプレイヤーのこの気持ちがちょうどリンクする。ああ、うまいこと言ったね今。それが今この瞬間なんですね。ゼルダを助けてあげたい。あの光の中でうっすらとしか見えなかったけど、きっと約束するよって言ったあのゼルダはきっと笑ってくれていたんだろうなって思っている。そう、そんな臭いセリフを吐いてしまうぐらい僕は今このゲームに没頭している。というわけで、また次回にしましょう。また次回、バイバイ。